今回僕がすごいと思っている、活動しているというかね、とにかくすごい面白い人です。ミノミュージックさんをお迎えして音楽座談会をお届けしたいと思います。このミノ君っていうのはね、どんな方かというと、ミノミュージックというね YouTube チャンネルをやっている YouTuber でありながら、ご自身のバンドミノタウルスというバンドでですね、ギター、ボーカル、作詞、作曲全てをやっているっていうね、すごく面白い、なんていうかな、サイケデリックな彼のロック好きのマニアックなとこが全て詰まった、面白いバンドなんですけど、そんなバンドもやっている YouTuber のミノミュージックさんが、今日はゲストです。ということで今週もよろしくお願いします。ということで今回僕がすごいと思っている活動をしているミノミュージックさんです。どうもどうも。どうも恐縮でございます。いや、お久しぶりです。お久しぶり。照れちゃうよねこれ。照れますねこれは。そう、ミノ君のチャンネルを俺はもうもちろん登録してるんだけど、ありがとうございます。この間のほらワニの考察、ワニ100日後に死ぬワニの。あれの考察めちゃくちゃ面白かった。ありがとうございます。手塚治虫が出てくると思わなかったもん。なんかもうちょっとこの横軸縦軸で捉えた時にっていうのをでなんかいろいろ考えを巡らせてて、そうなんですね。そういう切り口でちょっと取り扱いたいなという。4コマの外にあと何日っていうそこの発明のこととか、あといきなりメメントモリっていう言い出してやっぱミノ君って面白い人だなと思って。ミノ君の今日の靴ね。靴ディスクユニオンって書いてるんですよ。もうディスクユニオンがもう好きすぎて、何これ。なんかディスクユニオンのなんて言ったらいいのかな、ゴムバンドみたいのがなんかついてますね。2つついてますね。このでベリベリっていうやつですね。特にこういうこの音で食べてた。そうこうベリベリスニーカーとかでもよくあるやつ。こう身につけてるもののチョイスとかも含めてね、すごく面白い。ミノ君のチャンネルではその古着屋にただ買い物に行くっていうね、古着屋紹介の番組とかもありますよね。そういう類のもやらせてもらってます。すごく面白いのでぜひ皆さんチェックしてください。ありがとうございます。いやでもどうやって知り合ったというかですね、単純に僕が YouTube を見ていてミノ君のチャンネルが面白いなと思ってファンで見てたんですよ。いやもうびっくりしました。そうそれをツイッターでミノミュージック面白いって確か一言つぶやいたら、どっかから回ってミノ君がそれを見てくれて、でタナシン君か。そうですね、グッドモーニングアメリカのタナシンさん、僕最近好きなのはミノミュージック好きなんで、あミノ君知ってますよって言ってつないでくれて飲みに行ったのが最初ですね。そうですね。いやもう不思議な、もうなんか極めて現代的なつながり方ですね。もう音楽、とにかくミノミュージックどんなチャンネルかっていうと、なんていうの、ミノ君のその知見の深さ広さ、いろんな音楽だけじゃなくてカルチャー全般に対しての、自分のこだわりだったり、詳しい、とにかくオタクの番組ですよね。オタクです。オタク。あ、そうだ、これ話すの忘れてたけどね。こうやって今対談でゲストが来てますけど、今こういうご時期なんですね。僕とミノ君の前にアクリル板が、まるで面会に来たみたいな。そうですね。犯罪で刑務所の面会に来たみたいな感じで、アクリル板がありまして、ちゃんと飛沫は飛ばないようになっております。酔った勢いで俺が「じゃあ人生の一曲」ってよく質問があるけど、これ非常に難しいと。いや難しいですね。難しいんだけど今夜、今の思う今の一曲、今の人生の一曲みたいな、今パッと思い浮かぶやつちょっと言おうみたいな話をして、あの時ミノ君何を言ったんだっけ。多分ビートルズのポールが作ったちょっと緻密なポップ系の曲を選んだ気がふわっとしてる。違う、あれだ、違いますね。あれですよ、ブライアン・ウィルソンですよ確か。あ、ブライアン・ウィルソン、あ、神の溝。そう神の溝。そうだ、そうでした。ブライアン・ウィルソンで、俺がスティービー・ワンダーです。リボン・イン・ザ・スカイです。あ、言ってましたね。しかもちょっとなんかマニアックな曲なんですよね。そうです。アルバムっていうかベスト版に入ってる曲ですね。今日はその日が楽しかったので、今日考える今日の曲っていうのをまたミノ君にあげていただきたいなと。お互いにあげようかみたいな。どうですかミノ君。僕今回ですね、ローリング・ストーンズから「ベンティレーター・ブルース」という曲をちょっと選ばせて、70年代前半の曲なんですけども、この曲アルバムの中にも多分埋もれてるような曲なんですよ。なんていうアルバムに入ってるんですか。2枚組のメインストリートの「ならずも」っていうアルバムでしての後半の方に入ってる、ちょっとなんだろう、本当に影薄い曲なんですけど、この曲が多分なんか今日はね、ここまで意味を持ったことが僕ないと思っていてですね、ベンティレーターって送風機とか換気扇って意味があるんですけど、実は人工呼吸器って意味もあるんですよ。あ、そうなんだ。はい、最後の方のリフレインでですね、What you gonna do about it ってこう連呼するんですね。この状況ね。この状況切り取ってるなという。まあ僕春先によく聞くんですよ、このアルバム。ちょっとなんかこのあったかく、世の中があったかくなってくる空気をなんか僕勝手に感じていて、まあ南フランスでね、レコーディングされたアルバムなんですけど、そういうちょっとその気候の感じとかが発揮されてると思うんですけど、聞き返してたらめちゃめちゃ今にマッチしてるなみたいな。なるほど。思ったわけです。はい。なんかでもさっきねちょっとちらっと聞いて、サウンドはまあブルースっていうけど、まあいわゆるその12小節のブルースの進行ではなくて、まあロックンロールの解釈としてのブルースですね。はい。まあこの楽曲ベンティレーターブルース、正直その音楽的な題材としては結構取り留めもないものじゃないですか。コード進行もリフも。そうだね。なんだろう。企画成立力が高いんですよね、この時期。というのは大して面白くない素材をいい曲にできちゃう状態と言いますか。なるほど。そのなんかギャップが大きければ大きいほどちょっとユニークな作品ができると僕は思ってるんですけど、まああえてなんかちょっとなんだろう、ね、変わった説明をするとSixTONESのまあとっつきにくさが凝縮されてるかもしれないですね。確かにね。演奏はやっぱそう考えるとですよ、まあ、別にみんな上手い人じゃないけど、めちゃくちゃ上手いですね、そういう意味じゃ。なんかこのタイム感で演奏できるかとか、この隙間でってすごいよね。まずなんかそんな耳でね聞いたらまた面白いかなと思いますね。しかしその歌詞はすごいね。いやもう本人たちはねこんなのもう全く予想して書いてないと思うんですけど。ここまでしかね、なんか「What you gonna do about it」問いかけて終わる。そうだね。いや予言者じゃないですか。予言者すごい。ちょっと見つけてしまいました。では次に僕の今日考える今日の一曲なんですけど、僕はチャイルディッシュ・ガンビーノの「レッドボーン」っていう。レッドボーン。はい。で僕はこういう曲調の曲のことをベイビー系って定義したんですよ。ベイビー系ってこの間もおっしゃってましたね。そうこういうちょっとメローな。そうメローで大体こういう曲って「おベイビー」とかって言いながら大体直接的な性を歌うんですよ。すべて飽きたいとか。だけどこの曲は全然そういう歌詞じゃないんですよね。女性のことを歌ってはいるんだけど、単純にそのナルシスティックに性を歌ってる曲ではないんですよ。それがまた非常に意外で、でも僕はこのサウンド的にはベイビー系と定義されるんですよ、俺のこの曲は。確実にカテゴリーで。そうで、このチャイルディッシュ・ガンビーノの歌い方も完全にプリンスの影響じゃないですか。これもこのシャウトする感じとか。確かに確かにそういう瞬間ありましたね。まあこの曲まあいいじゃないですか、すごく。どう考えてもサンプリングして作ったと思っていたら、これはルドウィグ・ゴランソンっていう白人のというかスウェーデン人の音楽プロデューサーが全部手引きで弾いてるんですよ、これ。マジですか。なんかベースの音すごい面白いと思ったんですけど、なんかスラップっぽいフィールがあるんだけど、でもかなりシンセ的。そうスラップとシンベと両方弾いてる。でそれがそれこそ YouTube でですね、レッドボーンメイキングって検索して皆さんしてください。したらすぐ出てくるから、このルドウィグ・ゴランソンが自分のスタジオで全ての楽器でこの曲をこうなぞってどういうふうにできてるかってやってるんだけど、全部本物のアナログシンセとか使ってるんですよ。もうローズとかも生で弾いて、でベースも弾いて、で最後にギターのフレーズが出てくるじゃないですか、歪んだ。あのギターも僕が聞いた印象はアイズレイ・ブラザーズの「サマーブリーズ」っていう曲の最後にギターソロが出てくるんだけど、もうこれも地面みたいなソロが出てくるんだけど、なんだっけ、アーニー・アイズリーでしたっけ、ギター。そうそうそう。だけど音色は地面みたいな感じじゃなくて、フレーズだけ地面でアンプを通してなくてラインで撮ってるんですよ。でこのギターもラインじゃないですか。いろんなところにそのブラックミュージックのリスペクトが感じられるっていう。なるほど。でもそこアイズレイ・ブラザーズのそこの音色に注目するってなかなか、リズムのそのよれ具合、これがその昨今のジャズシーンの数値化できるようなリズムのずらし方じゃなくて、そのブラックミュージック特有のその70年代ソウルが持っているリズムのよれ方みたいなのを、このフィールをルドウィグ・ゴランソンっていう人が一人でギターもベースも全部自分でやって出せるっていうのがすごいなと思って、なるほど、衝撃的だったんですよ。結構そのプロデューサー視点みたいなのも含めての面白さみたいなのも結構ありそうですね。なんだろう、僕正直ちょっとまあ勉強不足なんですけども、うん、This is America のイメージが強すぎて、うん、まあどっちかというとヒップホップ系のアーティストなのかなと思ったところがあったんで、うん、かなりこの曲初めて聞いたんですけど意外なサウンドでした。チャイルディッシュ・ガンビーノこういうのやるんだっていう、うん、意外とチャイルディッシュ・ガンビーノって多分何でもやりたい人なのかなっていう気もするんですよね。なんかいろんな多彩な活動されてるイメージはありますね。うん、まあでももちろん多分思想すごい強めでいろいろあるとは思うんですけど、まあブラックミュージック全般に対するすごく造形は深いんだと思いますね。やっぱね。この一曲からだけでもかなり伺えますよね。蔦谷好位置がナビゲートしてきました。WOW MUSICいかがでしたでしょうか。今日のゲストのミノくんね、ミノミュージックさん。非常に面白い人ですよね。ぜひね皆さんミノくんの YouTube チャンネルを、検索してですね、チャンネル登録して、ぜひ、彼の番組たくさん面白い番組があるのでぜひ見てください。